鉱山城は、現在の広島県三原市本郷町にあった、日本の城である。城跡は、国の史跡に指定されている。新鉱山城、鉱山城、土井真平は、源の頼朝の下で、平家討伐に功績を挙げ、吉備三国の総追武士に任ぜられた。真平の古東大らは、土井里の地名である小早川氏を称したが、上級の乱で先行を挙げて、 秋国沼多層を与えられた。鉱山城は、小早川氏の居城として、県営元年、円兵沼後、小早川茂平により築かれた。その後、小早川氏は、沼田小早川氏と、竹原小早川氏に分かれたが、鉱山城は、沼田小早川氏の居城であった。天文10年、竹原小早川家の当主小早川教系が経視なく、創生したため、 毛利元も隣の三男徳寿丸を養子に迎えた。高影は天文十三年同家の当主となる。一方、沼田小早川家の当主、小早川茂平は弱年の上病弱であったので隠居に追い込まれ、天文十九年高影が沼田小早川家をも継ぐこととなり、両家は統合された。高影は天文二十一年、対岸の新興山城に居城を移したため廃城と、 なった。ありがとうございます。